バルセロスはポルトガルブラガ県の地方自治体都市。市単体では人口2万625人だが89の教区を抱え、その総人口は12万3831人となる。バルセロスはミーニョ都市圏を代表する成長著しい自治体である。アドベ生産と織物業で知られる。古来は古代ローマ帝国の植民都市で、 拡大して15世紀にはバルセロス伯領、ブラガンサ公領となった。ブラガンサ公社区間は1755年の地震で壊れ、現在は野外博物館となっている。バルセロスを象徴する有名なシンボルは鶏で、ポルトガル語ではをガロでバルセロスという。これには、いわれがある。昔、金持ちが主演を開いた。縁の真っ最中、金持ちは、 自分の純銀製の食器類が客に盗まれたことを知った。彼は旅人に疑いをかけて縁の席へ連れてこさせた。旅人は自分の潔白を主張したが誰も彼を信じなかった。金持ちはまさに焼いた鶏肉を食べようとしていた。すると旅人は言った。私が無実ならこの鶏が三度鳴くでしょう。旅人がそれを皆の前に掲げると、 鶏は泣いた。旅人は解放された。サッカークラブのジルビセンテ FC の本拠地である。ありがとうございます。